ディミトリス・フリストフィアスは、キプロスの政治家。同国第六代大,大統領を務めた。マルクス・レーニン主義を掲げる、共産主義政党の労働人民心ポトを党員。北、キプロストルコ共和国との再統合、イギリスからの独立後もキプロス島に残る、イギリス軍基地の閉鎖を公約としている。 2001年6月7日から2008年2月28日の大統領就任まで国会議長を務めていた。1946年8月29日、当時はイギリスの植民地であったキプロス島北部のキレニア地区ディ・コモに生まれる。全キプロス労働連盟の創設メンバーであった父の影響から若くして共産主義運動に従事。 学生時代にオクルの青年部に相当する統一民主青年機構に加入し、1969年にはエイドン中央委員会委員に選ばれた。中央委員に選ばれた1969年から1974年の約5年間、ソ連のモスクワにある社会科学院及び社会科学アカデミーに留学した。帰国後、オクルの政治家としての活動を本格化させ、 1977年には、エドンの総書記となる。1976年には、青年部たるエドンから、オクル本体の地方委員会委員に選出され、オクル内での地位を高めていく。1982年、フリストフィアスはオクル中央委員会委員に就任した。その後もオクル政治局委員補、正式な政治局委員、初期と歴任し、 送るの中心的な人物となっていった。そして1988年4月、前任のエゼキオスパパイオアヌ総書記の死去に伴い、フリストフィアスが送る総書記に選出された。1991年総選挙に出馬し、国会議員に初当選。その後も1996年、2001年と再選を重ねた。参戦後の2001年には、 国会議長に就任している。また、大統領の諮問機関である国家評議会議員や、列国議会同盟のキプロス代表など、国政に関わる多くの役職を兼任し、政治家としてのキャリアを積んでいった。2008年2月17日実施の大統領選挙に、フリストフィアスは送る候補として出馬した。合計9人の候補が出馬していたが、実質的には、 民主連合候補、イオアニス・カソリディス、現職大統領で民主党候補のタソス・パパドプロス、そしてオクルのフリストフィアスによる三つどもえの選挙であった。第1回投票では、カソリディスが得票率33.5%、フリストフィアスが同33.3%となり、過半数を制した候補がいなかったため、 選挙の行方は2月24日実施の第2回投票に持ち越された。カソリディスのわずかな優位が予想されていたが、第1回投票で敗北を決めたパパドプロス率いる事故がフリストフィアス支持を表明したため、第2回投票はフリストフィアスの優位で進み、得票率53.37%で勝利した。そして、 決戦投票から4日後の2月28日、フリストフィアスはキプロス共和国第6代大統領に就任した。フリストフィアス政権は共産主義政党を送るを母体としているが、国家の共産主義化と一党独裁といった従来の共産主義国家に見られるような政策は打ち出さず、現行憲法と市場経済を堅持している。また、 公約の大きな柱である北キプロスとの再統合問題では、いち早く北キプロス当局との対話に意欲を示し、当選から1ヶ月も経たない2008年3月には、北キプロス大統領、メフメトアリタラートとの南北首脳会談を実現させた。フリストフィアス、タラート領大統領は共に、キプロス再統合推進者であり、再統合に向けた動きが加速しつつある。 だが北では、再統合を望む声が、住民に強いものの、南では2004年の住民投票で再統合が、否決されるなど、トルコに依存し経済的に立ち遅れた北との統合に、対する拒否反応は依然として根強い。2009年1月に、送る総書記から退き、後任に、アンドロス・キプリアヌが選出された。 2010年欧州ソブリン危機に橋を発する金融危機の煽りを受け、2012年6月に欧州連合に対し金融支援を要請。しかし経済改革には消極的な姿勢を取ったため交渉は難航し、支援策をまとめられないまま2013年2月28日に大統領を退任した。2019年5月よりニコシアの病院に入院し、 6月21日に72歳で死去した。モスクワ留学中に現在の LC 夫人と出会い、1972年に結婚。3人の子供を設けている。かつては聖教会の信徒であったが、現在は無神論者である。ありがとうございます。